インザハウス、インザハウス、インザハウス、よしお Vlog です。こんばんは、お疲れ様でございます。ちょっと早くない、はい、お疲れ様です。3テイク目、はい、ウイスキーが美味しい今日この頃でございます。うん、本日よしお Vlog はですね、 YouTube 11月8日に公開されるターミネーターニューフェイト、この作品のですね、最後の動画を編集してアップする動画になると思います。ただまあ、11月8日、木曜日1日前に、ライブ配信もしかしたら1日前にするかもしれないんですけれども、それはちょっと仕事の関係上、忙しかったらやりません。ただ本日は、先ほど9時にですね、ニューフェイトのチケットを東宝シネマズで取ったんですよ。おめでとうございます。はい。争奪戦、はい、どんくらい混んでるのか、緊張感で。ただ本日はこのニューフェイトの作品を、まあ実はですね、海外で北米で大爆死してるんです、ニューフェイト。ただその大爆死の謎、これ大爆死を遂げてしまったニューフェイト、まあターミネータージェネシス、その先の3、4、いろいろありましたけども、毎回毎回リブートすることにターミネーター爆死していく、その謎ってものを僕はちょっと自分の中で解明したんで、それをお話しさせていただき、このニューフェイトにまつわる本日ヨシブルが最新のニュース、はい、お届けさせていただきますんで、ターミネーター好きの方はですね、期待感に胸を膨らませ、最後までご視聴の方、チャンネル登録をした上でよろしくお願いいたします。では早速、このターミネーターニューフェイト東宝シネマズ、はい、このチケットを取って、まあ、1日、ターミネーターニューフェイト字幕版、吹き替え版、MX4D 版、いろいろあるんですけれども、字幕版だけ、吹き替えとかはまあそこまで見てる時間ないんで、どんくらいチケットを購入したかいらっしゃるのか、最初の時間なんて大変なんじゃないの、はい、ちょっと見ていきたいと思います。まずは一発目、10時。で、僕はなんで10時の時間を取らなかったっていうと、まあ、朝一じゃない、前の日仕事してるじゃない、疲れてるじゃない、体の調子が悪い状態で、朝一の状態で見ても本気で楽しめない。まあ、人より早く見たいっていう気持ちは別にないんですよ、うん、初日に見れればいいなっていう気持ちだけなんで、まず10時の回開いてみます。さぞ混んでるんでしょうね。おっと、おっとっと、ふざけんなよ、はい、あんだけ2人だけです。はい、端っこに2人だけ、はい、あんだけ9時ジャストドキドキもんでね、次は一番大きい劇場ですよ、12時50分僕が購入した回、はい、ここの2人と一番後ろ僕ですよね、はい、でもここの2人さっきと同じ席ですよね。あ、本当だ、L だ、ここ人気なのかな、そんな端で L で、L ですよ、3時40分の回、はい、同じ席、ここ2人、同じ2人、すげえ同一人物だ、え、何これ、次あんの、まだ6時30分です、はい、お、あ、6時30分、まあ後ろの席買ってる方もいらっしゃいますけど、ここいらっしゃいますね、うわどういうこと、9時20分レイトショーです、レイトショーも同じ席、これもしかしたら何、全く同じ人が朝から晩までニューフェイトを見るために席取ってるんじゃない、それ以外ないでしょ、ね、ただまあ確認しようがないんですけども、朝の10時の回から夜の9時20分の回まで1日1、2、3、4、5回ですよ、5回この作品朝から晩まで見ると、ね、見るの見すぎじゃないですか、ね、これじゃなかったとしたらそこは超パワースポット、あ、じゃあもし俺そのこの席行って、うん、まあ見るじゃない、たまたまちょっとまあ話しかけやすそうな人だったらちょっと聞いてみます、うん、もしかしてあなた朝から晩まで今日ニューフェイトですかって聞いてみますんで、うん、もしそうだったらその方ちょっと僕はですね、ターミネーター好きなわけじゃない、ターミネーター心底愛してる方だと思うんで、ちょっと友達になってきます、そうだね、うん、ただ本当のその人だったらすごくない、10時その次その次その次って最後の回までレイトショーに至るまで丸一日映画、同じ映画を見るってことってまずないじゃない、でもその席だけがそんなに人気あるわけがないんですよ、だよね、だって L 端だもんね、ないじゃない、それか仕事の終わり時間が分かんないから朝から全部とりあえずお金持ってる人で予約して行ける時に行くみたいな、そんなことはしないでしょう、キャンセルできるの、できないです、購入してたらもうダメです、はい、で本日、まあ、ニューフェイトの作品なんですけれども、まず一発目のニュースですね、ターミネーター最新作が大爆死です
超秘宝です。ターミネーター最新作大爆死、この世の終わりのような興行収入だと話題になってます。はい、アメリカでは今週公開になった映画ターミネーターニューフェイト、シリーズ最大のヒット作ターミネーター2のその後の世界を描く正当続編として大きな期待が寄せられている作品になった。興行収入は散々な結果に終わったようだ。米経済誌フォーブスによれば、ターミネーターニューフェイトがこの世の終わりのような爆死を遂げた。制作費は1億8500万もしくは1億9600万ドル、約212億円です。この、まあ、対策ですよね。北米における初日の興行収入は当初4000万ドル前後、約43億円の予想も、たった4000万ドルが1060万ドル、約11億円しか稼げてないんですよ。北米って言ったら映画館ものすごいいっぱいあるんで、映画好きの方こぞって見に行ったらそこそこ良い、いいとこまで行くっていう予想ですよね。で、まあ、初週の興行収入は2670万ドル、約29億円です。見込まれているが、これはアリータバトルエンジェルやターミネーター新機動ジェネシスにも劣る数。今やターミネーターは死にもできないし、生きることも許されない SF シリーズになってしまった。どういうことなの？で、これを僕はちょっと読み解いたというか、まあ僕はですね、実際これ予想してました。うん、こけるというか、予想、人々が予想するその興行収入ってものは、結局ターミネーターっていう作品面白い、こんだけ好きな人がいるのにも、なんでそこまでリブートしてもこけるのか、そこそこ面白いのにこけるまでの作品ではないんですよ。それは制作費やっぱかかるじゃない。で、20年間撮るの遅かったんですよ。今現在、じゃあ僕の親父なんかターミネーター作品ワンツー好きですね、僕の友達、年取った友達なんかも好きなんですけれども、もう見れない状態になってる方もいるね。そうじゃない、あの頃劇場に行く、足を運ぶ、すごい楽しむ、当初、まあ、一番前で映画を見ていくような人もいたじゃない。だけど今っていうのは簡単に劇場に足を運び、チケットも購入すれば席まで取れる、同じ値段で。指定席じゃなくても、あの頃マリオンに行ったら、指定席って言ったら真ん中のいい席を取るには普通の映画の作品よりも倍の2500円とか3000円ぐらい払ってたよね。それで、あのシートの後ろにカバーがついてる、ちょっとお金持ちの席に座れるっていう優越感の頃、あの頃には劇場に足を運び、指定席取れない人は劇場の入り口のドアの前にこうびっちり並び、2時間ぐらい前からドアが開いた瞬間に駆けずり回る、まるでおばちゃんたちがスーパーに行くような感じで早歩き、あるよ、並んだり絡んだり階段に ね、で席取れない、席取ろうとしてこう、あ、座っちゃってる座っちゃってる、こうせっかく前に並んだのにいい席が取れずに端っこになっちゃってしまうような、そんな、まあ苦水をですね、苦汁飲んだ方もいらっしゃると思う、ちょっと言葉は分かんないんですけどもそういう苦い思いをした方もいらっしゃると思うんですよ。ただこれはやっぱり劇場に行く人が減ってる。しかもターミネーターっていう作品ってワンツー、俺43歳、その頃の人間、ある程度僕らの年世代のものが大好きだった作品じゃない。だけど今の若い子たちにターミネーター好きって聞いても知らないからね。あ、劇場に足を運ぶ人たち、この作品を待ってる、20年間年を取った後に劇場に足を運べるだけの人数がどれだけいるのかっていう話なんですよ。これって正当なる続編、ターミネーター1、2の正当なる続編ということは、ターミネーター1、2を完璧に愛して好きな人じゃないといかない続編だから。で、ワンツー見ます、スタヤに行っても未だレンタルしてしまってる、今初めてここで見る人もいるぐらいなんだから、そうすると劇場公開に間に合わず、そこまでファンじゃない方は、俺たちはさ、28年ぐらい前にターミネーター2を見て、それが大好きで大好きでめちゃめちゃ面白いっていう感じた方たちは、初日にさ、チケットを購入してまで、仕事を休んでまで行くわけじゃない。ね、うん、そうだけどもこれだけ減ってるってことなんですよ。びっくりしたね。そこまでの続編を求めてるファンだ。僕の友達なんか、僕の連れなんかも、俺が行かなかったら初日に見ないわけだから。そう
だからターミネーター2の続編、ターミネーターファンの方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですよ。映画好きな方なんかはターミネーター見るに決まってるじゃないと思う方いらっしゃるんだけど、一般の方はそこまでも、うん、別にターミネーターよりも他の作品が好きな方もいらっしゃるんで、これが大ごけするっていうのはもう予想できてました。ただその作品の内容が面白いか面白くないかは実際その映画を見た後に、だから最初こう徐々にさ伸びなくても、やべすげえ面白いよ、評判が評判になり、過去作を見た後に劇場に足を運ぶ人も現れると思えば、それロッキー・ザ・ファイナルがそうだった、そういうことなんです。ロッキーザファイナルがやった時に劇場そんなに混んでなかった。だけども実際にロッキーザファイナルがすごいということで、ロッキー1からまあ5、4までは5まであるわけじゃない、5まで一気に見てからファイナルを見る、だファイナルっていうのはもう6作目なわけじゃない、6作目が最高って言われても今まで見てなかった人はなかなか足を運びづらい。まあ過去作を見てないでいきなり見に行っちゃうような、あんまりこう映画を本当に愛してない方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり映画っていうのは順番に見ていきたい。その順番っていうのは、例えばスターローンがさロッキー・ザ・ファイナルを撮ったっていうのは、ロッキー1から5までを作ってその作品を見てきた 方たちにファイナルによって見てない人よりも感動を与えてくれる作品になってるわけじゃない。だからターミネーター3、まあ、このニューフェイトっていう作品もですね、ワンツーを見てる人にはより楽しめ、見てない人ももちろん見れるアクション映画になってるんだけども、28年間その待ったあの頃に見た俺たちにとっては多分最高のプレゼントになってると思うっていうのが俺の今日のお話なんですよ。でここでやっぱりこう映画館に行けなくなった、その動画配信サービスがいっぱいできて、この間あのマーティン・スコセッシ監督言ったじゃない、危機感を、映画っていうものが自分の作った作品、さまざまな素晴らしい作品、歴史ある作品というものが劇場で公開されなくなる、それが動画配信サービスになってしまう、でアベンジャーズとかそういう大作、誰もが見に行くような愛される作品とかが劇場でやるようになって、昔ながらのちょっと歴史あるサスペンスとかその芸術的なさ、そういう作品が映画館でやるまでも動画配信サービスにまとまってしまう、これっていうのは映画の中の危機であって、要するに日本がそうなんですよ。すごい面白い海外の大作がやっていても、それがちっちゃい映画館でやって、なぜかアニメがトップになったり、まあ好きな方には申し訳ないんですけれども、踊る大捜査線とかああいうクソつまんねえ映画がさ、ね、いやいいっすよ、俺も 大好きだもん。でも劇場で見るまでもないじゃない、DVD で見てテレビの前で見るからこそ、あ面白いな面白いな、テレビの延長線上で笑いがあるなって思うけど、あれを映画館に足を運んでまね2回3回4回と見ることは俺ないと思うのぞ。つうか劇場ファンをいまいちだったよね。そうだから、まあ、日本映画っていうものはその俳優のファンだったりその作品のファンだったり、映画の内容よりもキャラクターにこう依存してファンになってるから、それはまあ素晴らしいことだと、演技してる俳優がいてかっこいい人がいて演技がうまいからその俳優人が好きになって映画館に足を運ぶ、素晴らしい、今うまくできてるそのエンターテイメントの世界だと思うんですけども、劇場でやる映画、例えばそういう作品がトップにあってでっかい映画館でずっとやってる新しい作品、例えばロッキーとかは好きな人少ないけど、新しくやってロッキーズファイナルとかランボーなんかも一番でっかい映画館でやってほしいじゃない、だけどもちっちゃいところに回されたり、そういうことはよく多々あるんですよ。だから素晴らしい作品がちっちゃい映画館で満席になってることもあるぐらいなんですよ。だから選ぶ作品っていうものが決して映画好きの僕らにとって世の中とそのマッチしてるって言ったらマッチしないことってあるじゃない。だからそれはね、もうターミネーターが爆死しようと何しようとそれはしょうがないっていう、ただしょうがなくても信じてあげてください。この作品はですね、先ほど僕が見つけたニュース、はい、一言言わせていただきますと、ターミネーターニューフェイト想像のですね6倍面白いです。6億倍どっち6倍です、とりあえず6倍そう、あ6億倍です、6億倍だ、想像の6億倍面白い、相当じゃないこれ。まあ、6億倍言い過ぎだと思うんです。6億、6億っつったらさ、6億だからね。6倍だったら6億倍だからね。ただ、本当に6億倍。これは好きな方が言ってる、まあ、ニュースなんですけれども、出だしから唐突であるが断言してしまおう。2019年11月4日に公開される映画、ターミネーターニューフェイトは、めちゃめちゃ最高だから絶対に見に行った方がいい。なんなら初日に見に行ってもいいし、2回見に行ってもいいし、そしてできれば映画館で見た方がいい。
映画を鑑賞する前にはぶっちゃけターミネーターね、はてな、やや不安もあったのだが、今なら素直に言えるごめんなさいと。あまり期待値が高くなかったことにあるにせよ、個人的には体感では想像の6億倍くらい、ターミネーターニューフェイトは最高であった。これ実際にもう海外で見た方が言ってます。はい、ターミネーター2の25年後が舞台のアーノルド・シュワルツェネッガー演じるターミネーター I'll be back があまりにも有名な本シリーズ、言うまでもなく20世紀を代表する SF アクションの映画の超大作であるが、おそらく多くの人の記憶はシリーズ最初のヒット作ターミネーター2で止まってるはずだ。実はターミネーター2以降も3、4、ジェネシスと映画自体は公開されているものの、一言で言えばヒットしなかった、はいはい、俺は好きだったんですけど、見てないじゃない、見てないでしょ。見てるよ。3、4、3、4まで見てるよ。はい、ジェネシス。あ、そう。でも全部見るほどではないでしょ。ワン、ツー最高だったけど、なんかそのこれターミネーターじゃなくて、なんかダサくじゃないんだけど、面白いんだけど、そこまで完璧ではないなっていう、ただ流し見で見ちゃうなっていう感じの作品なんですよ、うん、で、ターミネーターニューフェイト、それらのことを全てなかったことにした。ターミネーター2から約25年後の世界が舞台となっている。25年後、28年間待ったら25年後なの。ちょっと時代違うのかな。そういうことだね。俺がまた頭の中で間違っているかもしれない。注目シリーズの生みの親、ジェームズ・キャメロンとサラコラ役のリンダ・ハミルトンが28年ぶりにカムバックするということだ。もちろんアーノルド・シュワルツネッガーもターミネーター役で登場するので、まさにあのターミネーターの鈴木なのだ。安定のストーリー。さて、あらすじの方はというと、乱暴に言えばこれもターミネーター2とほぼ変わらない。未来から送り込まれた最新型ターミネーターレブナイン、未来で人類の命を握る少女と狙うといった感じである。唯一少女を守るために未来から送り込まれた味方が改造人間ということ。あの女の子ですね。ざっくり説明する。最新型ターミネーター VS 少女&未来から来た改造人間&サラコナー連合といったストーリーで、ここにシワちゃん演じるターミネーターが加わる展開だ。そして何よりアクションは圧巻の一言。もしこれよりすごいアクション映画があるならば、むしろ教えてほしいぐらい。ターミネーターニューフェイトのアクションはやばかった。ジャンルはやや違うが、個人的にはプロジェクト A 並みにアクションだけで満足してしまった次第だ。アクションが圧巻すぎた。確かに監督のティム・ミラーはデッドプールなどでアクションに定評があったが、はっきり言って本作の方が断然漠然確然やばい。きっと映画を見終えた後、アクション映画とはこうあるべきと感じる人も多いはず。今後アクション映画といえばと質問されたら、記者はこう答える。プロジェクト A とターミネーターニューフェイトと。なんでそんなにプロジェクト A を前に出すのか俺はちょっと分かんないんだけど、うん、もちろんストーリーにも泣きどころはあるのだから、ネタバレになるので今回は触れないでおこう。一つだけ言えるのは、舞台となっているターミネーター2から25年後の世界、実際に流れた28年という月日が非常にいいスパイスになっていることである。リンダ・ハミルトンもシワちゃんも本当にかっこよかった。抜群と、知名度を誇るターミネーターであるが、中にはどうしようかなと迷ってる人も多いはず。何せ3以降は実際にずっこけているのだ。だが心配はいれない。行け、劇場に行け。きっとあなたが待ち望んだ以上のターミネーターがそこにある。そして言うだろう、想像の6億倍くらい面白かったと。はい、ということです。まあ、この人曰く想像の6億倍面白かった。特にターミネーター好きではないかもしれない、この人。プロジェクト A 好きで、うん、だけどそんな人がこのターミネーターという作品を見たときに想像以上に面白い。で、ターミネーターという作品完璧ではないんですよ。だってさ、まあ、シュワちゃん演じるターミネーター、ジョン・コナーを殺しに来る、サラ・コナーを殺しに来る、ね、ジョン・コナーを殺しに来たのは T-1000 だけども、タイムマシンってさ、同じ時代にその時間タイムマシン の、 そのワープって人を送るじゃないですか。ちょっと充電しないとすぐ送れないんですよ。そういう設定でジョン・コナーのもとには T-1000 が来る、うん、でターミネーター T-800 が守りに来て、うん、一体じゃん、うん、100体ぐらい順番に送っちゃえばいいじゃん。そういうことなんですよ。だってじゃあ送りました、同じ糞病にまたちょっと1年ぐらいして送りました、最高に送っとけばもう完璧なる防衛本能を働いた。だって完璧なるシュワちゃんが100人いてみ、何か来ようと守りきるっていう世の中になるじゃない。そういう、まあ実際にタイムスリップものを作るとそういう矛盾とかも出てくるんですよ、うん、なぜ。ただそれがうまくできてるのが、やっぱりその見てる者たちの頭の中にある、実際に例えばワンでさ、カイル・リース、ね、マイケル・ビーン演じるものが来て、俺が現代に、この間あの誰かがコメントくれたんだけども、
俺が現代に来た後にそのタイムマシンは壊されたと、そのあたりも俺以外誰も助けてくる者はいないっていうことがあったのに、ジョン・コナーのもとに T800 が来たりとか T1000 が来たり、それはおそらくカイル・リースが守った後にちょっと時代が変わって未来では壊さなかった可能性もある。だからここで言ってることは後々変わっていくっていうのがタイムスリップのうまく改変できる、どうとでも作れるんですよ。ただどうとでも作れるそのストーリーの中でジェームス・キャメロンは1と2で最高の感動を与えてくれたのがターミネーター1、2なんです。その後後付けでいろいろこう作品3、4、ジェネシス作っちゃったからまあしょうがねえかな、ただのちょっとアクション映画にとどまるターミネーターになってしまったんだけども、1、2このニューフェイトを見てどういう風に感じたかっていうのは多分その見てるものによって違うと思うんだけど、多分ね予想を超えてくると思う、多分超面白いと思うんですよ。ただ実際にちょっと今回は映画見た後にちょっと辛口でレビューしますけども、あの本当に好きだから、これ実際にターミネーター3を見た時に映画が終わった後にちょっとイマイチだったよねって意見あるんですよ。だからターミネーターっていう作品が好きだけど、ターミネーターを愛してるから本当に面白いか面白くないかって人それぞれだと思うんですけども、今回はまあ正直なレビューを8日に見終わったというのをお話しさせていただきますんで、どうぞ僕の最後の YouTube、 その最後じゃねえよ、終わりやめちゃうみたいじゃないですかね。ターミネーターニューヘイトのレビューもどうぞお楽しみにお待ちいただけると。そして今回まだ、またここにですねコメント欄に皆さんが思ってるそういうことを一緒に書いていただけると、それを共有しながら11月8日を楽しみに待てると思うんで、どうぞ本日もチャンネル登録をした上で YouTube のそのターミネーターニューフェイトのレビューをお待ちいただけると大変嬉しく思います。はい、喋、はい、りました。お疲れ。見たら見た日で教えてくれるの、あれはなぜ T 線がいるのかっていうことは言ってくれるの。 T 線、T800 はなんでいるのっていうのを教えてくれるの。え、画面でですか。画面でネタバレってことですか。そう、あ、じゃあ、まあ、多分前半ネタバレありで話、後半ネタバレ、前半ネタバレなしで話、後半ネタバレありで話すようなレビューにするか、でもそれが最高に素晴らしく初めて見る者にとってその感動を届けたい作品だったらネタバレはあえてしない。知りたいでしょ。知りたい、まあ言いますよ、もうどんどん言います。ただ本当にこの作品がやる前にコメント欄にねネタバレ書いたりとか、なんか余計なこと書いて本当ぶっ飛ばしますからね。マジ本当そうなるじゃない。知りたくないんだから。だけどやっぱ危険が多いんですよ。あのシックスセンスを見た時に、劇場で出る時に実は死んでたんだってびっくりしたよねっていうようなやつがいるように、人にもうね聞こえる感じでジョン・コナーは実はとか、何にも自分が例えば新しい情報を知ってしまったみたいな感じ。俺のはほらニュースだからある程度の映画の内容には触れてないけど、その映画の内容に触れるようなニュースを一切教えないでください、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、どういうことですかね。はい、はい、じゃあ僕はですね HK デルタカスタム416です。 HK416 デルタカスタム東京マリンの電動ガンをですねもうポチる勢いでございます。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。